何してたの？今ね、レッスン場にいます。こんにちは、こんにちは。なんか、めっちゃボサボサ。バンドかわいい。これね、帽子やね。こんにちは、こんにちは。かわいい、ありがとう。今日はね、15分ぐらいで終わろうかなと思ってます。レッスン中ではないですよ。アイメイク赤っぽい。今日赤っぽいかな。今日は美アイドル使いましたよ、あかりんさんの。こんばんは、こんばんは。おう、今日の一日を一言で。なんやろ、なんやろ。寒い。レッスン頑張れてありがとう。しのすけさん、プレゼントありがとう。メイクかわいい、ありがとう。ワールドカップ、決勝すごかったね。やばかったね。延長になってね、そこから PK すごかった。バスの中眠たいです。バスの中って眠たくなるよな、めっちゃわかる。こんにちは、こんにちは。お腹すいたな。寒いのは間違いない。寒いです。寒いの一言です。今日はこんにちは、こんにちは。なんか固定したいねんな、めっちゃ。けどさ、24時間にオリックスネタ入ってるね。ね、祝紹介。朝ごはんの後がちょっと悟るになってるけどな。ピカ呼ばれるかな。お、できた。こんばんは、こんばんは。こんばん、こんにちは、こんにちは。ワールドカップ決勝見てたでしょ。見てましたよ。ツイート荒らしちゃって申し訳ね。21、22公演行きます。2日連続嬉しい。こんにちは、こんにちは。ピカルの登場間違いなし。間違いなしかな。みたいな、めっちゃサッカーすごかったね。見た、見ましたよ。めっちゃピカ夜中にツイート荒らしちゃって、さすがにやばいと思って何かかけしたんですけど、おおとか。こんにちは、こんにちは。すごい欲しい。おすごい試合やったね、ほんまに。あ、ぬいぬい、ありがとう。次ぬいぬいやるな、ね、公園。ありがとうございます。いや、しんのすけさん、ありがとうございます。タイムラインで見た方がいいか。こんにちは、こんにちは。もはさおさん、ハートありがとう。さなさん、プレゼントありがとう。でも3月の WBC までスポーツイベントないね。ね、ほんまに。ピカルの帽子かわいいね。ありがとう。マコチとピカルのツイートすごかった。マコチすごいよな。めっちゃ、なんていうの、ちゃんと実況しててすごかった。いい試合見れましたね。ね、帽子おしゃれ。ありがとう。マコチも、早くにもサイズ下がる、大丈夫。よかったかな。エクステ届いた。あ、どうなんやろ、届いてるかな。こんにちは、こんにちは。アセアさん、ハートありがとう。サッカー見たかったけど寝ちゃってさ。いや、あの時間は眠たいよね。でもなんか試合すごすぎてピカも最初ちょっと眠たかったけど、めっちゃ目が冴えました。アセアさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは。寝不足大丈夫、大丈夫。桜田の試合の感想ツイート可愛かった。いや、桜田可愛いよ。カルモもこっちフットサルチーム入ろう。できるかな。
けんちゃんさんプレゼントありがとう。でもさ、昨日見て思ったけどさ、怪我とかすごいなと思って。うん、かわいい、ありがとう。 M1 終わったらすぐ寝てもらったね。 M1 すごかったな。最後のなんか発表のとこ見た。今日ハンキナロさんがおにぎりピーしてる、めっちゃ好き、教えてくれてありがとう。聞いてくれて嬉しい。えちゃんこんばんは、こんばんは、こんにちは、こんにちは。ブルーさん、ブルブルの、ちょっと待ってな、タイトルに名前だから毎回誰だらなんだらドキドキする。桜で呼びして、桜だっつってな。こんにちは、こんにちは。ペンさんハートありがとう。ヘディング怖いよね。ね、痛そう、めっちゃ。こんにちは、こんにちは。ウエストランド、ウエストランド。いいねっていいね。やっぱさ、コメント読むと目しか見えなくなっちゃう。しかし桜田大子さんってアイドルいたわ。そうなんや。桜田って名字めっちゃいいなと思う。かわいい。ゆいさんプレゼントありがとう。ゆいさんハートありがとう。同期はタメ口、同期タメ口ですよ。練習しないと。練習？ハートハートハート。投資家物すらさらにショートに見える。今日全部あれなんよ、あれ髪の毛しまってるからかな。こんにちは、こんにちは。ね、ショートマジで、ショートにもしたいしロングにもしたいしさ、やばいよな。将来髪型どうなってんやろ。やばいて。いい、めっちゃ寒いんやけどこの部屋。さくちゃんめっちゃタメ口だった。え、同期ってタメ口じゃないの普通はね。ジョーさんありがとう、プレゼント18日、えらい。18日、昨日入ったもんじゅんやから、私下の先輩にじゅん系がもな。うん、そう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 。なでも NMB 入るとでも年齢とか関係ないかも、ほんまにほんまに既成順っていうか、からな。こんにちは、こんにちは。桜田さんって最初にかっこいいキャラかと思ったらいじられキャラ。確かに同期って家族みたいな、もんな、ほんとに家族みたい。家族だよ、もう。おる時間長いしね。もはさほさん、くまさん、ありがとう。だってリハ期間とかもずっと、もう本当に一日の大半一緒に過ごしてるから。もう家族やる。いいですね、やっぱり。同期っていうの、8期でもめっちゃ仲いいねな。黒咲くちゃんの様子うち竹具合が本当にやばいよな。すごいよマジで。咲くちゃん最近8期生の密着の YouTube と NMB 気になってます。めっちゃ嬉しいやんそれ。でもピカもさ最近あの密着見て、もう1年前かと思うとめっちゃなんか泣けてきて、めっちゃ泣いてました。懐かしいなって。もはさほさんだろうもありがとう。給金入ってきて21年していきなりタメ口使うのは難しくない。給金中一番上何歳なんやろな、気になるわ。こんにちは、こんにちは。給金に高一いるかな、いるかな、いてほしいな。成人式一人は嫌やわ。
こんにちは、こんにちは。楽しみやな。木村公園でケーキを減らせたりみたい。え、そうなんや。その説が出回ってるんや。みんな可愛くなっててビビるよね。みんなすごいよね。初期の頃と全然違う。ピカルンさん、ピカルンさんって呼ばれるんかな。ヒカルさんって呼ばれるんかな。なんて呼ばれるんやろ。トミーさんプレゼントありがとう。ピカルンって雪乃ちゃんの時が一番打ち受けてる感じ。黒咲ちゃん、確かに咲ちゃんね、雪乃も大好きですから。こんにちは、こんにちは。旧期生ってお披露目12月30日え、分からん、いつやろ。マジで分かれへんねんな。先輩についていく派、後輩後輩をめでる派、半々で。なんやね。こんにちは、こんにちは。ちょっと15分経ったら終わりますね、今日は。めちゃくちゃ旧期生に俺おるで、ね、嘘。ほんまにやばい、おったりや。ピカさん、ピカさん、山本さん、ピカさん、ピカさんって呼ぶのかな。山本さん、でもミカナさんと混じりそうやね。そうなると山さん、山さん、いやこんにちは、こんにちは。ノンバトル来年もあるかな、あるかな。あったらめっちゃ怖いねんけど。カレンって呼んでって旧期生に言っておけば大丈夫。いやでもピカルンさん、ピカルンさん、ヒカルさん、ヒカルさん、ロンさん、ロンさん、ピカセン、ピカセン、ミエさん、ミエさん、ピカさんかな。難しいな。ピカチル増やしましょう。え、増やしたい、増やしたいね。でももうちょいそれのためにはピカが成長しなければ。アレちゃん合格してるから、アレちゃんの読む聞いて。あられちゃん、あられちゃんな。トカゲ、トカゲセンターやったら怖くない、逆に。ピカル、ピカルンさんがいいかな。ピカルンさん、ピカル先輩が一番かっこいい。ピカル先輩、確かにピカル先輩でいいな。お伊勢さんめっちゃおもろい。占うバトルはやってもいいと思う。ね、占うバトルめっちゃ楽しかった。え、これ何バトルな？ヒカルンさんがいいね。ヒカルンさん、なんだかんだヒカルさんになりそう。ヒカルさんかな？ヒカルンさん、親しみやすそう。確かに。チヒーさんもチヒーさんやもんね。あだ名の人多いかも。アーノンさんとか。なんやろとか。こんにちは、こんにちは。師匠先輩、し、わからん、読まれがいいかな。頭あったかそう、頭あったかいですこれ。ヒカルンさん呼びやすいね、呼びやすい。ヒカルンさん、ヒカルンさん、ヒカルさん、チヒさん、ピカさん、確かにチヒさん、ピカさん、ピカさん。でもチヒさんめっちゃ、チヒさんはめっちゃなんか定着してるやんか。けどもうこれからやよね、ピカは。お金持ち先生さん、雪の化粧ありがとう。こんにちは、こんにちは。緊張するね。え、今何分やってる？え？今何分やってる？あ、15分や。じゃあちょっとね、あれランキング読みたいと思います。ちゃちゃんさんありがとう、プレゼント、プレゼント。ということでランキング読んでいきたいと思います。パロパロ2さんありがとう。あ、13位パロパロ2さんありがとうございます。12位ちさちゃんさんありがとうございます。11位ほうさんありがとうございます。10位さとみさんありがとうございます。9位ラザさんありがとうございます。8位ベイさんありがとうございます。7位
学節さんありがとうございます。6位しのすけさんありがとうございます。5位富士さんありがとうございます。4位ジョーさんありがとうございます。3位あきちゃさんありがとうございます。2位ゆっこずルームさんありがとうございます。1位野原しのすけのすけさんありがとうございます。楽しかったです。今日は15分しかできなかったんですけど、お許しを楽しかったです。ということで6時からか N 公演もあるので、皆さんそっちをね、それまでに終わらなきゃいけないかということで終わります。バイバイ。あ、切れへん。